ねえ見て見て、入れれる、ホワイトタイガー。ホワイトタイガー、それ普通の動物やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんか何やった、ここのさ、クエスト、ダウンホームクエストか、この団員寮の建設っていうやつで、あ、そっか、アイスゴーレムか、普通のゴーレムじゃないやん。え、ゴーレムのつもりやった、めちゃくちゃ。あ、そうそう、あのね、ほら一体だけめちゃくちゃ強いやつ入った、ランドっていうので、こいつもね、一応ダッシュ要員やけん、でもレベル34まで行ったらね、まあ一体だけやけど、もういけるんじゃないかなと思うんやけどな。どうやろう。あ、で、あれなんよ、私めっちゃさ、ありがとう、ゴーレムのつもりやったけんさ、ゴーレムを仲間に入れるためにめっちゃなんか頑張りよったんやけど、めちゃくちゃ頑張りよったんやけど、くっそ、全然違った。そう、この強がりドリンクのレシピを買って、で作れたけん、ここでこのゴレムスが仲間にできるっていう。まあでも仲間にはあれやね、レベル的にもしよう。頑張ろう頑張ろう。え、ゴレムスは何、何ができるんやろう。ゴレムスが仲間に加わった。でもなんか上、肩とか乗れそうやけど、いいですね。え、ゴレムスは何なんかな、なんか使えそうやったらね。とりあえず見てみよう。あ、え、マジでゴレムスハイジャンプ。え、じゃあさ、ベスターよりいいんやないん。ちょ待って、ハイジャンプなんやって。あ、ほらほらほら、こっちの方がいいやんね。え、こっちにしよう。よかった、あのクエストには全然関係なかったけど。でもまあよかった。あ、セットできるコインがなかった。まあいいや、行こう。よーし、じゃあこれで行きますか。いや大丈夫です。ふー、ってことで、じゃああれやね、もうだいぶ味方も強い子たちが集まってきたけん、流玉の迷宮に挑戦していこうじゃないかと思います。大丈夫なはず、きっといけるはず。行こう行こう、頑張ろう。もうだいぶ大丈夫やろ。え、レベル20以上とかやったら多分推奨。え、違ったっけ、こっちじゃないわ、こっちよ。危ない危ない。さあさあさあ、いけるかな、ボスまで倒せるかな。流玉の迷宮、地下2階の旅の扉に入りますか。適正レベル20、20は全員超えてる。さあ行こうぜ行こうぜ、旅の扉が現れたね。可愛かったメンバーたちもだいぶいかつくなって。え、ホワイトパンサー欲しいな、可愛いね、パンサー系可愛いよね。全然全然違う場所。なんか体力少なくない？ホワイトパンサーのスカウトに成功した。なんで体力こんなに少ないん？普通にダメージ受けたってことよね。まあ宝箱や、宝箱宝箱、何が出るかな。デスレイブンコイン、デスレイブンコイン、消えてる。消えてる。デスレイブンってどんなやつ？いつも私コインおすすめセットしようんやけど、さっきホワイトパンサーあれやんね、スカウトできたよね。味方にしたーい。加入させたーい。あ、まだおった。イエーイ、増えた。え、
増えんなよ。せっかくやっつけたのに、2体だけかと思っとったのに。ホイミが使える子はいないのか、仲間に。あれかな、回復しとった方が良さげな気するよね。ちょ、回復しとこや。ちょ、死んでしまったら最悪やけん。味方が死んでもね、まだ大丈夫やけど、自分が死んだら終わりなんすよね。はい。どうなんやろう、余裕でこれとんかな。今のところみんなレベル20やね。やけん、まあ今のところは、みんな、自分たちより下のレベル。何まだいたの。あれレベル19とかおったっけ。みんなレベル20じゃなかった。増えた。うわー、もうなんか次々出てくるんですけど、やめろよやめろよおい。そっちにもなんかいるの。なんかいた。シャドウじゃないやつがいたってことか。全然レベル上がらんやん。メタル系出てこいよ、メタル系。あれなんかめちゃくちゃレベル下がったね。なんか超絶レベル下がったね。あ、しかし体力がもう半分になってしまった。へえ。びっくりした。敵じゃないよね。ゴレムスは味方だよね。イェーイ、レベルアップ。よかった。今ちょっと回復しようと思いよったけど。レベルが上がったけん体力満タンになった。別にマジックポイントも満タンになるけん、使ったら使ったで、まあよかったんだけども。今、ルーム何本？ルーム7。またレベル18とか低い奴らが出てきたぞ。まあでも積み重ねでな、結構ダメージ受けるけんな。頑張れ頑張れ。私はひたすら切り裂くけん。なるべくさ、ボス残しときたいやん。あの、ロマン技やっけ。あ、でも前に挑戦したとき、あ、綺麗。カースゴーレムの色が綺麗。うわ！ちょ、待って、そろそろ。キャー、やめて！怖い怖い怖い、ちょっと、誰か足止めして。うわ！危険危険危険。ちょ、待って。あ、なんかカースゴーレムのスカウトに成功したっぽい。ふぅ。回復回復。ね、ゴレムスがやられそう。お、ホワイトキングのスカウトに成功した。めちゃくちゃスカウトしよるやん。うぇい。なんかめちゃくちゃ、めっちゃミスするんですけど。よし。ゴレムスが結構危険な感じやね。ちょ、回復しとこっか。間違えた。間違えた。ホイミ弾。当たってた今の。はい。まだ回復先なはずやけん。回復まだ先よね。あ、でもルーム8か。じゃ、次回復もしかして。あ、なんかそんなような気もしてきたな。まあいいや。行こう。あ、やっぱり、回復やった。いや、めちゃくちゃ私無駄なことしたね。欲しいものはないかい？帽子かぶってる。いや、こんなところで会う人がいるとは。この場所に迷い込んで休んでたところさ。ところでこう見えても旅の商人なんだ。何か買っていくかい？バイキルト。スカラ、ビオラ団、インテ団。バイキルトいいんやないん？なんかこの先どこで買えるかわからんけんな。10個買っとこっかな。スカラもいいなぁ。買っとこう。インテ、魔力、器用さ。まあ、とりあえず、攻撃防御。よし。休んどこう。ちょ、マジックポイントも回復しときたいしね。さあ、次がボスか。行ってきます。強敵の気配がする。旅の扉に入りますか。はい。でもあれやんね、思ったほど余裕っていうわけでもないような感じ。ちょっと待って。強化しとこや。支援か？バイキルト。
で、これ一個は必ず無駄になるの？そういうわけではないの？合わせてから玉切り替えんといかん感じ？ねえ、ちょっともう一体。よし、これで OK かな。え、ゴレムスお亡くなりになってんすけど。ちょ回復回復。ねえ、ちょっとこっちに攻撃が来い。おいおい。あ、これ途中からなんや。うえーい。ねえ、あれ途中からなんやね。めっちゃいいやん。ちょ、待ってくれ。ロマン技。思ったより全然余裕がないんだが。キラー台風。このメンバーになってからロマン技まだ使ったことなかったっけな。え、だいぶ減らせたんやない今の。ねえ、いい感じ。めっちゃ減らせたんじゃない。いけいけ、ギガブレイク。君もっと強いやろ。え、めっちゃいい感じな気がする。いけいけ、どんどん。ロマン技貯めれるのは3まで。アースブレイカー、めっちゃいいよん。さあ、あとはひたすら切り刻むぜ私。このおー、いけたよこれ。イエーイ。いっぱいスカウトもできたしね。ナイトファイラスをやっつけた。やったぜ。誰？レリチアレベル23。コインもらった。オークキングコイン。なんでオークキングなんやろ。敵は何かを落としていったようだ。マヤはブラドコーツを5個手に入れた。あ、助かります。あとブラドコーツだけのとこってどっかあったっけ。わからん。わからん。あったような、なかったような。あ、で、これが、次の目的地がこれでわかるってことよね。また石板を発見だブー。早速読んでみるブー。竜の尾、雪隠れの山の関節の下に埋もれ眠る。ほう。これはテイリア氷雪島ってことかな。今度は尾の流石のようね。ブブ。雪隠れの山があるのってきっとテイリア氷雪島のことだと思うブ。ですよね。そこのどこかに尾の流石が埋まってるってわけか。お宝コンパスと仲間のビジョンで見つけられそうだな。よし、行こうぜ。迷宮の石板4。尾の流石について書かれた不思議な石板。竜の尾、雪隠れの山の関節の下に埋もれ眠る。マヤたちは旅の扉のダンジョンを後にした。クエスト、雪隠れの尾の情報を手に入れた。冒険の目的に設定しますか？はい。雪隠れの尾を目的に設定しました。地図やフィールドでは黄色の印で表示されます。今さ、私めちゃくちゃネットフリックスでね、ボルトを見ようんやけど、それのせいか、なんかなんとか隠れとか言われたらね、忍者の里かなって思ってしまうよね。よし、これで、え、あ、これじゃないよね。びっくりした。あ、そっか、これで戻れるやん。はい、戻ろう。さあ、これでさっきスカウトした子たちはどうかな。ちゃんと勧誘できる子とかおるかな。新しいことがありそうですよ。加入希望者を。どや。お仲間の候補です。あ、ねえ、見て見て、入れれる。ホワイトタイガー。ホワイトタイガー？それ普通の動物やん。ホワイトパンサーやったっけ。見て、ルーカスも入れれるよ。私が可愛いって言った色味の子よね。可愛いっていうのもおかしいかもしれんけど。今のゴレムスの方がレベル高いんかな。一応ちょっとサワー入れよう。よろしくな。でかーい。でかーい。この子はあれかな、ライドかな。やっぱダッシュでもな、ダッシュはな、今レベル30なんぼとかのがおるけん、一応見てみよう。
見た目的にはこの子連れて行きたいんやけど、この子ほらやっぱダッシュですよね。ほら攻撃力もやっぱこっちの方が強いもんな。くっ、ゴレモスレベル24。ちょ待って、あ、まあ一応この子も入れといて。かわいい、やっぱ色すごい綺麗よね。こけたこけた。ルーカスが仲間に加わった。いいですね。ちょ見てみよう。見た目的には絶対あっちなんやけど。やっぱなー。うーん。ん？マジックポイントとかがあっちの方が上なんやね。まあ。ね、あっちもさ、ハイジャンプ？ハイジャンプやね。まあでもレベル2ぐらいしか違わんけんさ、ちょっと見た目で撮ろうっと。見た目で撮ろうっと。とりあえずまあ、さっきのね、まあ、ダンジョン、強いボスがおるみたいなダンジョンはちょっとクリアしたけん。この子で行きます。よし、じゃあ行こう。あ、間違えた。決定。あとは、まあ、いっか。レベル的に、まあ、いっか。うんうん。さて。オッケーオッケー。